七葉とは、肉眼で見える惑星を五行と対応させた、火星、水星、木星、金星、土星と、日、月を合わせた七つの天体のことである。七葉星とも言う。七葉は、七星とも言い,い、古代中国の天文学で五惑星と太陽と太陰を合わせたものである。要本に日光と、後の日、月、星を、要を理解して明るい天体。 古代中国の先生術にも重視された。五感の創出、劉博史肝臓歴と、七葉術を編纂したことで知られる。進むの半安し、春秋国領伝書から、恩名を伸ばすたび、七葉を満ちて縮める。用子祖、物の七葉者、実月五星の写真と思うが、ゆえのよう。単なる日を数える手段だが、資料のように二十八祝と結びついて、暦に記載される。 近代天文学が発達する以前は、恒星よりもはるかに明るく見え、天球から独立して動くという点で、惑星と太陽と太陰は同種のものと考えられ、また、世界各地で神々とも同一視され、特別の扱いを受けていた。家門の星門の一つとなっており、茎氏、田沼氏などによって用いられた。ありがとうございます。